再稼働への地元同意が焦点になっている小永原発2号機について、小泉原子力防災担当大臣が小永町などを訪れ、須田町長らと会談しました。小泉大臣は今日午前、原発事故の際の対応の拠点となる小永町のオフサイトセンターを訪ね、小永町の須田義明町長や石巻市の亀山博市長と30分にわたり意見交換しました。 その場で須田町長は、原発事故の際の避難に最も重要となる道路整備などへの国の主体的な関与を求めました。原発の再稼働があるかどうか問わず、ですね、そこに原発がある限り防災体制を強化することこれが最も大事なことである。と。この後、小泉大臣らは避難道路になる飯後浜復興道路の整備状況を確認したほか、 雄鹿半島の住民が空路で避難する際にヘリポートになる広場を訪れ担当者から説明を受けていましたまた事故直後に屋内退避を求める石巻市の特別養護老人ホームでは屋内での放射線防護の対策や備蓄の物資などを視察しましたまた午後4時半ごろには県庁を訪れ村井知事と会談しました村井知事は 住民説明会や県議会で避難計画に対し厳しい意見が寄せられていることを伝えたということですこれだけやれば実効性は大丈夫だと思うのが一番危ないと思っていますですので今自治体と地方と協力をしながら考えているこの緊急時対応のあり方も普段の見直しが必要ですそのことを忘れずにしっかりと体制を整備していきたいと思います